こんばんは、HOV 裕次郎です。大変久しぶりの動画となります。先ほど確認しましたらですね、前の動画がちょうど1ヶ月前、6月の28日に1本公開をして、それ以来お休みをしておりました。大変ご無沙汰になっておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はですね、もう今世間がものすごくいろいろ大変じゃないですか。で、まあその影響もあってですね、私自身も非常にバタバタしてまして、動画はですね、作りたいネタ、お話ししたい内容とかいっぱいあるんですよ。もういろんなことでね、こう動画、これ動画にしたいなとかしょっちゅう思ってるんですけれども、なかなかこう、ちょっとバタバタしてまして動画が作れない状況なんですが、今日はですね、まあかなり久々ではありますけれども、一つお伝えしたい情報がありまして、これもまた前も何回かお伝えしてますけども、 DTM 関係のキャンペーン情報なんですね。で、これが7月31日で終了してしまうんですね。非常にいいキャンペーンなので、ぜひこれまだご存じない方にはこう知っていただきたいし、今検討されているという方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、これね、非常に内容が良いので、その辺についてちょっとお話をさせていただきたいなというふうに思っておりますが、その内容というのはこちらになります。はい、ドン、こちらですね、 IK マルティメディアのアンプリチュードマックスが大幅割引ってやつなんですね。これ条件付きでクロスグレードが可能なんですけれども、クロスグレード版ではじゃなくてね、これクロスグレード版っていうのは 99.99 ユーロドル以上の IK マルティメディア製品をすでに買ったことがあって、正規登録をしているユーザーが対象だから、この対象の方だけが有効なんですけれども、アンプリチュードマックス、これギターアンプシュミレーション、シュミレーターですね。で、定価が 499.99 ユーロドル、今ユーロドルが122円とか3円だったと思うので、まあ 1.2 倍だから、仮に5万の、まあ、で税金に日本の場合入りますから、確かね、6万3000円とか4、5000円6万数千円だったと思います、正規料金がね。で、それが先ほどのすでに 99.99 以上を購入して正規登録をしているユーザーの方に限り、クロスグレードでマックスが 99.99、日本円で 1万1990円で手に入るんですが、それが7月31日までなんですね。で、まあ、こんな風にお話をしているぐらいですから、私も今回これを購入しました。で、いいです、非常にやっぱいいですね。もうこのアンプリチュードっていうのは15年目になるそうです。いろんな有名なギタリストさんがこのアニバーサリーでこう15周年おめでとうございますみたいなコメントを出している動画もあるんですけれど、ものとしては非常にいいです。で、それでも私は正直そんなに興味なかったんですけど、まあちょっといろいろありまして今回購入しました。で、その辺のことはね、ちょっと後ほど本題の後に雑談としてお話をさせていただこうかと思いますけれども、要するに私もこれ買いました。で、あのね、ギターが本職の方はもうアンプリチュードすでにお持ちだと思うんですね。で、お持ちじゃなくてもこれの良さっていうのはもう十分ご承知でしょう。で、私が今回言いたいのは、私みたいにギターが本職じゃない人にとてもいいということを言いたい。その IK マルチメディア製品ってちょっといろいろ特徴があって、まあ、その辺もちょっと後ほど言いますけれども、私はこのアンプリチュード4のシンプル版をすでに持っていたんですけれど、良さげのようで、なんか使い勝手かなというか、いろいろあって、これのキャンペーンを今月の頭ぐらいに RK からメール来てた時に、正直あんまり興味なかったんですよ。で、買わないつもりではいたんですよね。で、それがちょっといろいろあって、要するに購入したんですけど、これまで IK じゃない、アンプリチュードで満足をしていないギターが本職じゃない人には非常におすすめですね。
これはまあこの値段1万2000円ぐらいで、すでに IK の商品を持っているという方はジャムポイントがいくつか溜まっていたりするんじゃないかなというふうに思うので、まあこの金額よりもうちょっともしかしたら安く買えるかもしれないんですけど、これはね出す価値はあったなというふうに私は思いますね。もちろんその IK の商品が好きとか嫌いとか、そのデジタルでのアンプシミュレーターがいいとか悪いとか、そのお好みっていうのはあるかとは思いますけれど、アンプリチュードに興味があってでどうしようかなと思っている方でしたら買って損はないと思いますね。でそれが7月31日までで終わってしまうので、もし、どうしようかなと思っている方、検討されている方はもう一回考えて、これは買っても決して損はしないんじゃないかなというのは、まあ、言いたくて今回動画を作っているわけですね。ではここから私がなぜこれをおすすめするかの理由についてお話をしようと思いますけれども、 IK マルチメディアの製品であるあるなんですけれど、いろんな商品、まあ、出してますけれども、グレード分けされている商品ってあるじゃないですか。このアンプリチュードも入門編というかエントリーモデルとノーマルとそれからマックスがあるのかな。あと私持ってますけど T-Lux っていうミキシングツールもノーマル版とかマックスとかマックスグレードっていうふうに分かれるんですね。あとモドドラムとかモドベースっていうのはそのグレードしかないので単体なんですけれど、グレード分けされているものに関して、IK マルティメディアの場合は、MAX を買うべき。これは私だけではなくて、私の周りも皆同じように言っています。その理由がですね、この IK マルティメディアってちょっと変わっているというか、他のメーカーさんだと、例えば入門編とか普通版とか完全版とかってグレードが分かれていたとしても、自分がここまで必要かな、で、それ以上は必要じゃないかな、まあ、ある程度ここまでは必要で、よりもっとこだわりたいとかっていうふうにしてこうグレード分けがされている。だから、ものすごいこだわりたい人はさすがにこう高いのは買うけれど、誰もがそれマックスまで必要じゃないとかっていうふうな分け方をしてるんですけど、こと IK に関してはメーカー側、この IK マルティメディアの考えとしてマックスが普通っていうふうに思っているというふうに私は思うし、おそらくそれは間違ってないと思いますね。っていうのはある程度必要なレベルでノーマル版で、それ以上もっと突っ込んで必要とかそこまでいらないなとかいろいろこう考えたりとかって分け方があると思うんですけど、 IK に関して言うとこうシンプル版を最初に買っても MAX 版がついてきちゃうんですよ。で例えばそのギターの音作りってまあご存知の方、私もそんなに詳しくはないんであれですけど、ギターの音作りってめっちゃこう闇ですよね。初心者というか本職じゃない方にとっては、あのちょっと図変えますけど、これ今アンプリチュードのアンプリチューブ、ずっと私アンプリチュードって言ってたかもしれない、アンプリチューブですね、正確には。で今これがアンプリチューブで、アンプまあ今出てるのがあればそのアンプいろいろ差し替えたりすることもできるわけですよね。でこうやってアンプを変えるっていうだけでも音当然変わりますし、そこにあとはまあエフェクター、例えばまあ EQ であったりとかディレイとか、まあ、リバーブ、まあ、見た目に似たようなものになっちゃってますけど、まあ、こういうエフェクターでも当然音は変わる。これはまあまあ分かりやすいと思いますね。あとね、もう一つギターの音作りってアンプとエフェクターとこのキャビネット、これの組み合わせでものすごい音変わりますよね。で例えばそのキャビネットでもいろんなのがあるわけですよ。ね。でさらに言うとマイクが3系統。例えばマイク今1のタイプをこう変えて、で場所を変えたり、で2のタイプをさらに変えて、まあ、例えば1本近め1
本透明とかするとして、でさらにこうルームのアンビエントですね、このアンビエントで空間を作ると。でさらにそこから例えばまあこういう音像、まあこれはね分かりやすいかと思いますけど、例えば、うん、これだったらライブルームで、これがスタジオとかでこう音を、その空間の音を作っていく。でまあまあこれは全部聞いちゃってもいいんですけど、要するにこのアンプのタイプとエフェクターとこのキャビネット、この3つの組み合わせで音色って本当に変わってしまう。ほんのちょこっとつまみった、そこでギターの方で、マイクをね、そのネックにするのかブリッジにするのか、それから、混ぜるとか、そっちのトーンの選定だけでも変わるんですけど、さらにこのアンプとかっていうのを通せば当然音は変わるし、でこのキャビネットもですね、例えばこういったコーンの方をいろいろ変えたりとかっていうこともできると。まあ当然あとはマイクのバランスですね、こういったもので、まあ、音量バランスをとっていくっていうのでも質感っていうのは全然変わってくると。この辺ね、本当にね、本職の人じゃないと何をどういじれば、そのパラメータがそれぞれこう相互にいろいろ関係してきてっていうのがわけわからなくなるんですよね、私みたいな初心者というか素人だと。でさっきも言いましたけど、最初からマックスじゃなくて、私最初これアンプリチューブのこうシンプル版を使っていて、例えば何かこう使いたいなっていうもので、こういうふうにこうなんかこれ使ってみたいなと思った時に、これ別売りですよって表示されちゃうんですよ。で当然使えないわけですね。だから MAX っていうのはほぼほぼいろんなものが使えるようになってて、シンプル版だとこうやってこれ使えません、これ別売りですって言われちゃって、だちょっと自分がもうちょっとプレゼンス足したいなとか、キャビネット変えてみたいなとかって思っても、これ良さげだな、使ってみたいな、あこれ別売りですとかっていう風に出ると、ものすごいストレス、なんかムカッとするんですよ。なので最初私がシンプル版を使っていた時に、いろいろこういじりたいなと思っても、はい別売りですっていちいち出てくると、じゃあもういいやと思ってあんまり使わなくなったりとかして、であのネイティブインストゥルメンツのギターリグっていうアンプシミュレーターもありますから、そっちを使ったりとかもするんですけど、やっぱねアンプリチューブの方が音が肉厚っていうか、ギターらしい音がするんですよね。でこの辺がやっぱり有名なギタリストさんがアンプリチューブをこういいですよっていう風に言う理由でもあるでしょうし、なんといっても、いろんなそのアンプの種類がある中で、フェンダーとか、あとマーシャルマッタキかな、あとオレンジとか、これね公認なんですよね、メーカー公認だから、メーカーがフェンダーってなのっていいですよとか、メーカーが認めた音だっていうのもでかい。だそれだけこうアンプシュミレーター臭くない、パソコン臭くない、こう出来がいいというふうに思います。で他のアンプシュミレーターいくつか私持ってはいるんですけれども、やっぱりねなんかパソコン臭いなっていうのどうしてもあるんですけど、このアンプリチューブに関してはギターらしい音色を感じる。でもちろんその元の音、その本職の人だったらギターをインターフェースに挿し、オーディオインターフェースに挿してラインで撮って、それをパソコン上でアンプシミュレートするっていう風にすると思いますけど、私みたいにギタリストじゃない人間は、そのプラグインって言ってそのギターの音が鳴るようなものをこのアンプ通すわけですけど、やっぱり私ロジックを使っていますが、ロジックの内蔵のギターの音にアンプシュミレートをこう足したとしても、やっぱりね針金がペンペン言ってるような、こう なんか薄っぺらいわざとらしい感じがしてしまうので、元の音もそれなりじゃないと厳しいというのはあるかとは思いますね。内蔵音源そのままでこのアンプリチューブさえあれば、すごいリアルなギターになるっていう感じではなくて、ただ私はネイティブインストゥルメンツのコンプリートの12を買って、でエレクトリック
ックサンバーストのデラックスっていうのも別途で買い足していたので、あれが非常に音いいなというふうに私は思って気に入って、それで買ったんですけど、ある程度あとはねイルヤとかね、今いろいろギターの音源出てるんですけど、それをドライにしてこのアンプシミュレート通すと結構いい感じ、まあギターらしいという音色がするんですね。で、私がおすすめな理由っていうのは、そのメーカー購入で音がいいっていうのもあるんですけど、MAX を買うとですね、初期設定の音だけでも結構満足できる。さっき言った通り、そのギターの音色作りって非常にこう入り組んでるというか、ある程度の知識がないと訳が分からなくなってしまう。で、私がもともと使っていたシンプル版だと、あれが使えないこれが使えないとかって結構ね肝心なところを抜いているんですよね。だからいろいろ使いたいんだったら MAX 買ってくださいねっていうのが IK の考え方でしょうし、その最初のシンプル版で満足されちゃったら MAX 売れないじゃないですか。それはまあ商売のやり方だと思うんですけど、なんといってもこの MAX があるとあんまりもう迷わずにこうプリセットであるものからちょこちょこっといじるだけで結構満足できるんですよね。それがね、シンプル版の場合は肝心なところが結構抜かれちゃってるから、なんか物足りないなとか、なんかここ嫌だなとかっていうのがあって、でごちょ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 やろうとするとそれは別売りと言われてしまう。で、わけがーってなるんですけど、MAX になっちゃうと結構こういうキャビネットマンプもこう豊富に揃っていて、やっぱりもうプリセットでしっかり組まれているんで悩まなくていいようになるっていうのが一番おすすめの理由ですね。私は本職のギタリストではないのでそこまでこだわらないんですけど、やっぱりまあまあそれなりのギターの音が欲しいとか、あと曲に合わせてその曲、例えばベースとぶつかるとかドラムのキックとぶつかるとか、そういうところをこう多少修正していきたいとかっていうのがあるんですけど、そのぐらいの修正だったらプリセットを多少こうね、まあ肉厚にしたいなとか、もうちょっと空気感出したいなとか、そのぐらいの設定で、さっきのキャビネットこの辺なんかの設定なんかで結構ああいい感じとか、ああこんな感じが欲しかったって、まあ許せるって言ったら偉そうですけど、うん、OK っていう風なところまでいけるんですよ。だから MAX ありきなんですよね、 IK の場合はね。だから今回ちょっと図戻しますけれど、アンプリチューブ MAX、 これが7月31日までであれば、そのユーザー登録している方、まあ対象の方の場合は 99.99 ユーロ、11,990円で、ジャムポイントがもし私は5ポイントジャムポイントが溜まっていたので、90だから 4.99 で買えたんですけれど、うん、ギターの音作りにかかる時間がすごく減りましたね。前は本当になんか部屋だな、なんか気に入らないなって、でゴト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 やって、でやろうとしてもそれは別売りですみたいになってしまって、もうイライラしてたんですけど、そういったストレスからはだいぶ解放されましたね。あとちょっとこの動画本題の方でそろそろ最後の部分でこれ言っとかなきゃいけないなと思うのがあるんですけど、これね、アンプリチューブの MAX を買えば、じゃあここに表示されているものが全部使えるかっていうと、そんなことないんですよ。ここもね、分かりにくいっていうか、ちょっといやらしいなと思うところなんですけど、例えばあんまりその IK のことに詳しくない方が MAX 買えば全部これ使えるようになるんだよねと思ったら、それは残念ながら間違いなんですね。コレクションって言って、例えば私フェンダーはこれ MAX にそれも入ってるのかな、バンドル でたまたま私はフェンダー2っていうのは別口で買っていたんですよ。そうだから MAX であってもさらに別口で買わないと、このジミ編は使えるのか、あ使えるんだ、ねレスリー、これは確かダメだったと思う。ああそう、だから MAX 買っても全部が全部使えるわけじゃないって、これ結構注意ですね。
マックスプラスそれぞれのまたメーカーというかこう買い足していってこう使えるようになるっていうものもあるので、全部が全部使えるようにならないので、ただこのメタルってやつは今無料でなぜかプレゼントというか無料でパスワード発行してくれてるので使えたりとかあるんですけど、まあね、全部が全部使えるようになるわけじゃないとは言いつつも、全部が全部必要かっていうとそこまでじゃなくて、ある程度こう自分の好きな系統で音作りをしていければいいんじゃないかなというふうに思うのと、先ほども言いましたように私だったらそのネイティブインストゥルメンツのエレクトリックサンバーストデラックスっていうギターの音源を使ってますけど、あれもあれでもちろんすごくいい音なんですよね。ただやっぱりあっち側で、ね、アンプシミュレートも全部やっちゃったり、もしくはもうちょっと変えたいなと思ってギターリグっていう別のアンプシミュレートを使ったとしても、やっぱりネイティブインストゥルメンツの音だよなっていうのがあるんですよ、そのメーカーのカラーっていうのがね。でそうじゃなくてもうちょっとこうなんて言うんだろう、こうワイルドにしたいとか、こう歪ませ方もそのいろんな種類があるじゃないですか。でその時にもっとこうギターらしく音を作っていきたいなって言った時に、この辺は非常に使い勝手がいいというのも含めて、音は結構満足するんじゃないですかね。まあ、その先ほども言いましたようにメーカー公認だから、こうアンプを作ってるその本物のメーカーの人がこれで それぞれのメーカーをその名乗っていいですよっていうぐらいに公認してるんで、実際に多くのギタリストの方が使っているし、まあ15年続いてるシリーズなら、それだけもう人気もあるし、まあ、信頼もしていいと思いますね。なので、最後になりますけれども、今回のこのキャンペーン、請求はもし今 IK マルチメディアを何も持ってないという方でしたら499が請求料金、それでも2万と30円税込みで手に入るし、すでに、ユーザー登録されている方でしたら99ユーロドルが1万1900円税込みで購入できる、これは結構おすすめじゃないかなというふうに思いまして、今回動画を作りました。はい、7月31日あと本当に数日で終わってしまいますので、別に私回しもんでもないです、これ企業案件というわけではないので、 IK から何かもらってるとかそういうことは一切ないんですけど、 IK の製品はねやっぱ好きなんで、まあ、元ドラムも元ベースも持ってますし、 T-Lux の MAX も持ってますし、あとキーボードもちっちゃいキーボードですけど iRig なんかも持ってたりして、IK は結構いいなというふうに思ってます。まあもちろんこれがベースとかっていうとよくわからないんですけど、とか私それほどそのギターシミュレーター、アンプシミュレーターに詳しいわけじゃないですけど、まあね、初心者であればこれ1個買っとけば、結構使い手があるんじゃないかなというふうに思います。ではここからはですね、雑談というか、まあ余談というかになりますけれども、今日動画のね、前半の方で言いましたけれども、私はもともとアンプリチューブを購入する予定はなかったんですよ。そんなにこうアンプリチューブ自体に魅力を感じていなかったし、先ほども言いましたけど、もうちょっとこれをしたいな、ここを変えたいなって言った時にいちいちその別売りですよメッセージが出るのが嫌だったので、まあアンプリチューブ今月キャンペーンですよ安いですよって言われてもふーんぐらいにしか思ってなかったんですよ。ただですね、あればいいなとは思いましたよね。だから鼻からいらないっていうんじゃないけれど、まあいいな、もしあったらいいけど、まあ別件でねちょっと買いたいものが他にあったんですよ私。でまずはスペクトラソニックスのオムニスフェアっていうシンセのやつ、音色プラグインを買って、それが思いのほかすごく良かった。でもともとオムニスフェアがすごく音がいいというのは知ってたんですけど、私自身の音楽制作にはああいったシンセの音色って必要か必要じゃないかっていうと、あったらそれはいいんだけど、もっとその前に生楽器のライブラリを充実させたいというのが優先順位としてあったので、オムニスフェアいいなと思いつつも買わなかったのが、なんかの、まあ、キャンペーンもあってもう買ってしまったら、やっぱすごい音がいいなというふうに思ったんですよね。
で、やっぱスペクトラソニックス、評判がいいだけのことはあるなと思い、スペクトラソニックスでもう一つ出しているあのキースケープっていう、ピアノとかエレピとかそういうキーボード系のライブ音色ライブラリーがあるんですけど、それが欲しくなってしまったんですよね。でベースの方のトリリアンっていうのもあるんです。それもね欲しいなとは思うんですけど、まずその鍵盤、ピアノとかエレピとかのキースケープっていうのが、ああこれ欲しいな、いいな、買っちゃおうかなっていうふうに思い始めたんですね。でそれが4万4000か5000円ぐらいで、せっかくだったらあのミディキーボードを買い替えたいなっていうのもなんとなく漠然と思っていて、でせっかくいいそういうピアノ系の音色を買うんだったらこの際だからミディキーボードも買い替えちゃうかとかって思って、で前にネイティブインストゥルメンツのコンプリートの12をあのアルティメイトを買って、それまで使っていたブラウザーのアプリでコンタクトっていうのがあるんですけど、前はコンタクトで音色管理をしてたんですけど、そのコンプリートのアルティメイトを買ったら膨大な音色数がついてくるのですごい管理しにくくなったんですよね。でその辺もあってネイティブインストゥルメンツから出ているミディ鍵盤キーボードがあって、それ買おうかなと思って、どうせ買うんだったら88件がいいかなとかと思って、それがだいたい13、4万ぐらいなんですよ。でそのキーさっき言ったスペクトラソニックスの音色が4万5000とか、なんだかんだ20万ぐらい、そうキーボードスタンドも買い替えないといけないくなるんで、でなんだかんだで20万の出費を抱えている身とすれば、このアンプリチューブの1万ちょっとの値段でもやっぱね20万の出費ってなかなかですからね、どうしようかなっていうところにプラス1万の出費ってのは厳しい。なので、アンプリチューブに関しては別に今はいいかなとは思ってたんですけど、なぜかね、キースケープ、そのピアノとかの音色ライブラリーが今ね 26% オフだったかな、1万円ぐらい安いキャンペーンがついこの間始まったんですよ。それを見てびっくりして、あラッキーと思って、でそれだったら1万円ぐらい浮くわけだから、じゃあそのお金をこっちに回そうということで、このアンプリチューブも買ってしまったわけですね。でいろいろいじりたいんですけど、なかなかねちょっとまとまった時間が取れないんで、あんまりアンプリチューブもそれほど突っ込んでは使えていないんですけど、なので今回の動画に関してはアンプリチューブの7月31日までのキャンペーンのお知らせなんですけど、だからそのキースケープも買っちゃいましたよでそれがね、来月までのキャンペーンなんですよね。でスペクトラソニックスのキャンペーンセールっていうのは非常に珍しいは珍しいんですけど、それでもね夏とか秋にはそのサマーセールとかオータムセールとかで、だいたいこの時期にやったりはするはするんですけどね、あれはあれでね非常にやっぱいいですし、こうそっちもちょっとずつなんですが使ってみておーという感じはあるので、だからもうそのキースケープの方のキャンペーンの動画も一個作りたいなというふうには思っているんですね。さてさて、今回の動画も大変長い動画になってしまいましたので、この辺で終わらせていただこうかなというふうに思いますが、動画にしたいネタっていうのはね、冒頭にも言いましたけど本当にいっぱいあるんですよ。ボイストレーニングのこともそうですし、あと英語に関してもちょっと思うことがあったりとか、あとね声優さんを志望している方なんかにもいろいろお話をしたいとか、あと松田聖子さんに関しても動画作りたいなとずっと思ってるんですけど、特に松田聖子さんの動画は別チャンネルで上げることになりますけど、松田聖子さん絡みの動画はねものすごい再生回数いくんですよ。3万とか5万とかいくんで、作ってあげればそのぐらいいくんだろうなと思いますけど、なかなかねちょっといろいろ手が回らなかったりはしますが、
その私のね YouTube をやってる一番の目的であるのはその自分自身のリハビリ、もうしばらく前には声が全く出せない状態になってしまったのをこう声出しっていうその練習とかこのレコーディングというか音声を録音するとかっていうそういうことで自分自身のリハビリっていうのはまあ一番の目的ではあるので、またね、まあ、どこまでの頻度っていうのは言えないですけど、またこれからも動画を作っていきたいなというふうに思いますので、よろしかったらまたご覧いただければ幸いであります、はい、では今回はこの辺で終わらせていただこうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 H.O.V. 友情でした。